ごめんなさい。あ、はい、すみません。本日8時から予約しておりました久保田と申しますが、はい、お待ちしました。はい。どうぞスリッパ履き替えて。スリッパで。はい。はい。よいしょ。あ、ごめん。はい。僕の名前ですか。そう、あなたの名前です。はい。他の人の名前書いても。それ赤じゃん。はい。赤じゃん。あ、すいません。自分の名前赤で書いたら。はい、あれはまあ今これは反抗して返すから。あ、はい。うん。普段はお仕事は？インターネットコメディアン。あ、コメディアンやってます。ということはそういうあれば、はい、あの配信ばっかりやってる。あ、はい。であと元々立花隆って知ってますか？ああの。はい、あの NHK の、ああそうです、あの、うん、そこの政党でコールセンター長やってます。あ、そうなの。はい、あの人すごいよね。そうですよね、うん、よく見て、あの YouTube とか見てる。あ、見てんですか、うん、いや、あの人の生き方がすごいって。そうですよね、うん、普段やらない、やれないことをやるっていうのは、はい、見る側からするとすごくさ、はい、かばえって思う。そうですよね、だから僕もそれに感銘を受けて入りました。やってくれって言って、なんか変えてほしいっていうのが。そうですね、なんか、はい、うん、ありますよね。了解です、はい、じゃあやっていきましょう。じゃあなんか、あ、もういいんですか。いいよ、どうぞ。はい、はい、はい、こうすればいい、これでいいのかな。で、で、もう配信してるの。あ、配信も開始してます。僕はマスクかぶらない先生はです、はい、はい、すっごい肩が最近痛くて、うんうん、ガチガチなんですよ。手を普通にした、はいはい、で今この状態で手を力抜いて、はいはいはい、よいしょ、上げると引っかかって上がらないね、はい、上がらないですよ、うん、でこっちも楽にして、はい、上がらないね。上がらないですよ。で、手は横を倒して、で、背中伸ばして、で、はい、一瞬で上げてみましょう、はい、終わりました。え、もう終わったんですか、はい、あ、本当は、え、なんで上がるんだえ、今、何もしてないの。いやいや、やっぱさ、はい、ほら、やらせだと思われる。やらせじゃないですか、本当に、やらせじゃないですか、うん、本当にこれ今、楽になったでしょ。はい、じゃあ、まず、はい、うつ伏せになりましょう。あ、はい、あ、そこなものかな。こんな感じかな。おう、これを、こんな感じかな。ずっと今はこんな感じ。いい？いい感じだと思います。はい、じゃあこれ、わかります？曲がらないね。曲がらないです。硬いもんね。硬いです。で、こっちも曲がんないね。見えるかな。曲がんないよ、ね、そして、はい、曲がらなかったよね、はい、で、今、お尻の高さ、これ分かる？どっちが高いですか？分かります、ね、どっちが高いですか？え、右？右ですね、はい、で、人間の記憶っていい加減だから覚えておいてね、はい、右が高いよね、はい、ここでワン、ツー、スリーって数えると、どっちが高かったっけ？え、左？んいや、最初どっちが右です。右だったよね、はい、左が上がったんだよね、ほら。あ、本当は。なんでですか？すごいもんだよ。今左だよね。左です。で、ワン、ツー、スリーってやるとどっちが上がってる？え、どっちが高かった？左だったよね。左です。一緒になってるんだよね、これが、はい、え、なんでだろう。で、ボス足が曲がるんだよね、これ。あ、本当だ。力抜いて、はい、こんな軽くなるじゃん。軽いですよ、うん。だから逆になったら、このね、あれを、あの、合言葉言ってもらったら、女性の人は小顔サービスとかさ。あ、あるんですか？ありますよ、小顔矯正もあり。あとで小顔やってみようか。あ、やれんじゃんと思う。はい、そうだね。マスクがある。マスクがあったから。まあ、そういうのもあるね。あ、いろいろやってらっしゃるんですか？そうそうそう。で、なんか、指先からなんか波動が出てですね。ああ、これだから、これが気です。わかるでしょ、ビリビリビリ。わかります。気が、これが気なんです。あの、気が充実して入ってきてます。はい、うん。だから、あなたの体から悪いものを出して、うん、僕の体の中で浄化して新しいものを入れる。ああ、そうですよね。だから、お尻とかこれ柔らかくなってくる、はい。
なんか念が入るっていうか、念の力が入る。念っていうと悪いものになっちゃうから、はい、木ね、木です。木の方。木が入る、ね。木を入れるっていう、はい、うん。念を入れたらちょっと危ないで。はい、うん、木はどこで覚えたんですか？これはね、自然の力っていうか、自然にもらった力、気がついたらこれがあったんです。へー。だから、これ、その頃かな、今から30年ぐらい前かな、はい、まだサラリーマンやっとる時に、はい、ちょうど接骨院の店舗を作っとったのかな、はい、その時にあまりにも手が熱いんで、はい、そこの先生に聞いたの、はい、先生これ手が熱いんだけど何ですかって言って聞いたら、はい、その先生が手を触って、あ、いいことに使ってくださいって言われた。これは、いいことって何ですかって言ったら、そのうちわかりますって言われた。それが今に戻って、そう、今になって、あ、これがそうだったんだなって、うん、気が注入されてる感じで、お尻がギューッと入ってだから、今右と左とこうしたあと全然違うし、はい、一回触ってみて、自分でお尻柔らかさ違うし、はい、気が入りました。うわ、すごい、何これ。すごいね、これだけど、はい、ただのスケベって書いてすごいね、みんな。コメントありきの報道ですもんね。うん、そうだよね。タマも念入りに、あ、後でやるよ。へえ、そうなの。なんて書いてありますか。AV ダイエンですって書いてある。え、誰が。いや、ここに書いてある、この人。あ、これ、そっくりさんがいるんですよ。あ、そうなの。ポリフェノールはケーマって書いてありません。いや、そうなんだ、そんな人がいるんだ。いるんですよ、なんか変な。へえ。元国会議員なんですけど、そんなのがええやつだ。そりゃそうだよね。そうですよ。そんなやつ聞いたことないじゃないですか。ふくらはぎはパンパンですか。はい、ね、こうやってでシュシュシュと切るともう柔らかくなってるんですか。そうね、柔らかくなってる。柔らかくなってるでしょ、ほら。え、霜降り肉みたいになってますよ。なんでだ。だから今切れ持ってこう切るんですよ、これ。あ、ね、で足今こうやって持ったよね。はい、どっちが痛い、中と外。外、じゃあここね、ワン、ツー、スリーってやったこと、はいはい、今、痛くないね。あ、痛くないです。痛くない。中側だよね。で、ワン、ツー、スリーってやると、これも痛くない。あ、痛くないです。で、足が回る、ほら。ほんとだ。え、なんでだ。だから、気の力です。気功ってこういうもんです。気功術ですね、これ。はい、本当の気功です。気功術です。偽物もあるから気をつけてね。天津飯がよくない。肩がめちゃくちゃ凝ってる。な、これなんか、前からさっき肩が痛くてる。だよね。重い。うん、これは、濃いお尻。濃い肩重い。ああ、そういうことですね。うん、で、はい、両思いなの。ああ、そうか。でも残念だけど、はい、この場でこの声の声は取れてしまうから、はい、肩重いも散ります。本当だ。やった、うん。肩重いです。うん、親父ギャグです。いや、いいです。うん、あー、首が痛いよね。なんか本当に2、3年この痛みが取れなくて、うん、ちょっとシーッてしてきた。シーッていうかポキッて効かしたり、はい、楽にしてた、うん、行くよ、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、っワン、ツー、オッケー。聞こえた？聞こえましたか？今日は晩ご飯食べた？おにぎり1個だけですかね。何時ごろ食べました？だいたい7分、8時半ぐらいのこと。意外に弱いけど動いてない。動きが悪いし、意外に動いてない。触診だけでやっぱり見えますか？胃が完全にストップしてる。え、本当ですか？うん、ストップしてるじゃん。結局消化しなくてドロドロとなってる。あ、そうです、そうです。胃管がね。はい。だから、胃がちゃんと動いてないんだよ。また活発に動きますかね？動いてるじゃん。あ、本当だ、動いてる、動いてる。え、なんかドクドクいってます。うん、だから今。え？
動いてる。動いてます。はい。胃が動いてるね。はい、動いてます。いや、素晴らしい、これ。先生、ありがとうございました。じゃあ、もし、あの、だから、合言葉決めて、じゃあ、あの、ここに来て、ペロン、合言葉、ペロンで、あの、ちょっと、あの、言ってください。ペロンで。ペロンね。ペロンで、覚えてください、先生。暗黒放送見て、ペロンで。うん、はい、そんだけ言っても、暗黒放送、ペロンって言ってもらう。暗黒放送、ペロンって言ったら、うん、先生が、あの、気づいて。あ、そうだね、何しようかな。ひともみ、多くする。人もみ多くて、そんなことはせえへん。まあ、料金的なもんでね、なんかちょっとおまけしてあげます、これは。いやー、ほんとですね、体が、この、つきものが取れたというか、とっても軽くなりましたね。で、はい、これは僕の名刺です。あ、名刺、ありがとうございます。はい。せっかく来ていただいたんで、あ、はい、なんか差し上げようかな。あ、いいんですよ、そんな。いや、せっかくで。いいんですか？せっかくやで。じゃあ、この、おやつで。あ、嬉しいです。あの、僕、ナイスも好きです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません。はい。いや、皆さん来てくださいね。はい、皆さんも、あの、またね、あの、ぜひ来てくださいね。はい。ここの整体委員の、名前が、今、なんていうんですか。にっこり整体で。にっこり整体で、あのね、原駅から徒歩1分のところにある、はい、あの、高知の、ね、いいところなんですよ。よし、帰ろう。いやー、すっきりしたわ、これは。え？悪口ないないない。うん。だって、めちゃくちゃ安くしてく、安かったし、ね、あんないい先生の悪口言うところがないよ。コメントってイノシシとか悪口書いてるやついたけど、そいつのコメントは一切読まんかった。うん。イノシシじゃねえかって書いてあったけど、そういう失礼なこと書くやつもいたけど、でも先生自体が優しいじゃん。うん。